この番組は楽しさ、遊びやすさ、笑顔をお届け、マックススロットジークの提供でお送りします。はい、というわけでこれから後半戦始めていこうと思います。そんな本日はですね、朝からスーパービンゴネオに座りまして、投資10,000円、そして出玉が現在100枚弱というちょっと悲しい状況でございます。まあでも一時ね1300枚ぐらいビンゴで出すことができてふわふわもさせたんですけれども、ちょっと私が最初の頃に運を使いすぎてしまったようで、ちょっと後半ね元気がなくなったなって自分で思ったので、ちょっと気持ち入れ替えるために大移動しようかと思いまして、後半はハーデスを回していこうと思っております。多分ハーデスは相性がいいので勝てると思います。ちょっと凱旋はダメでしたけど、ハーデスならやれます。そんなわけでこれから後半戦行ってきます。応援よろしくです。さあ、というわけで後半戦ハーデス回していこうと思います。一応この台ですね、まあ、1回ゴッと引いてるみたいなので、ちょっといいかまだわからないんですが、多分大丈夫です。頑張ってもう1回ゴッとこの台で引かせていただこうと思います。そんなわけでドラマもね、持ちコイン持ってきたんですが、すぐなくなりそうなので、もうお金の準備はできております。そうですね、まずはその800のヘルゾーンを入れて、そのヘルゾーンを解除して、ま、とりあえず1回 GG 引くまではまず回して、お、リプレイで、今日はどこにこう設定隠れてますかね。あ、567奇数準備だから悪くないですよ。お、 V55 突然なんかもう、あ、さっきのやっぱり霧でモードが上がったんですね。だからここで今、あ、もしかして、いや、これはまだないよね。ほら、ないね。まあでも、うん、ここでね、中段キナが255いいよ。でも511、お、来た。まあ、レア役じゃない。さあ、チャンス目、まあ、でもまだ状態いいですよ。よし、こいつね、それバッチ。マジですか、さっきのチャンス目で入ったんだ。やったじゃん、735ってことは130ゲーム、やった、超得意というわけでチャンス目から入ったんですよね、さっきの。まあ、天国、あ、そうか、天国っぽい挙動もしたもん。さあさあ、いきますか、回していきます。よし、さあ誰が来るの。パオーケルちゃん、お、うまい。火吹いて、あ、真ん中真ん中、あ、ラスト60ゲーム、まあこんなもんですね。じゃあ行きますか。さあ、楽しかった、 ATM も終了いたしました。
い、というわけで154枚、困ったな。いやー、そうですね、今なんか出玉があんまり出なかったので、この台をどこまで追うか、なんか一回当てちゃったっていうね。そう、1個目の目標がちょっと達成されちゃったので、今日はね、なんか全然粘ろうと、1台に粘るみたいな感じがないので、すぐフラフラしちゃいそうです。うん、今日はね、今日だけピッチ許して。そうだね、結局ヘルゾーンに期待ですね。もうこれでヘルゾーン入んなかったらもう帰りましょう。オセジャンケロル見に行きましょう。あー、400回りました。そんなわけで、さあ、というわけでヘルゾーンの煽りは、わあ、希望が27000。いや、まだ全然、まあ大丈夫って大丈夫ですけど、ヘルゾーンだけを希望に、はい、せっかくそれを希望に生きてきたのに、これじゃあ、ちょっとどっか見に行きましょう。うん、これじゃまずい。もう負け街道まっしぐらだ。私ピンチなのさ。なんかいい台ないですか。いや、ただまだね、守りに入りたくない。まだ攻めたい私は。箱出してる。まだスローゲロル返して、そのままちょうだい、そのままちょうだい、ゲロル。もう今日あれでしか勝つことできなかったのに、やばいな。しかも566。あ、でもこれ天井1400か1500か、だから一応コイン持ちがね、いいからね。一撃ポン、一撃ポン。コイン持ちがやっぱいいので、こっちの方がね、気持ち楽にやれそうですよね。移動します。そんなわけで3代目麻雀物語3に移動してまいりました。あとコイン持ちもね、こっちの台の方が断然いいので、ちょっとあまりお金使いたくないんで、今日は麻雀にします。そんなわけでこちらの台も私は使用あまり分かっていませんが、とりあえず当てて覚えていこうと思います。お、1000円で平均47回回ります。大変大変経済優しい、財布に優しい台でございます。じゃあまずは800のチャンスゾーンが、うん、いけるかどうかですね。私取り越してないよね。取り、すいません。さあ、あれ、早く接近中、チャンス。そう、はい、パンダちゃんの色が変わるんだ。キュンじゃないよ。あ、一応青に変わって、もう一回
よかったよかった、運気上昇中、チャンス。さあ続いた、あーパンダーもういっちょ、およし、おーおー、いったじゃん、3回まで来ました。おおー、いいじゃない、昇格チェリー、よし、強チェリー、昇格チェリー、レバーを叩き、さあ4回目まで行ったらチャンスゾーンが確定。はい、あ、もう一回、あーって発展、でも緑ですからね。さあミッション、ちょっと弱い、はい、いけ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 、よし、入ってよー、いけ、わあ、ダメ、さあ、あらー、終わったけど、でも一応こ、レア役、レア役、あー、発展ですね。まあでも3コンボなんで弱いの？ちょっと弱いやつしか来ないじゃない。さあ赤です、一応惜しい、あ、さあ来た、行きますよ。なるほどね、よし、行きます。あ、サッカーでございます。おお、強い、いけ、おお、ポヨリン決めて、おお、チャンスアップ、いけるでしょう。はい、ということでマージャチャレンジ、さあ857ゲーム、チャンスゾーン入りました。回していきます、そろそろ本当に当てないとやばいです。あ、そっか、3つから選ぶのか。あ、私これがいいです、やっぱり。さやか姉ちゃん。さあ、行きます。さやかチャンスゾーン。いいですか？さあ！さやか頼んだよ。さあ！とりあえず子役を貯める。リプレイたまり。なんでこういう時に揃わないの、やばい、ヘタッピー、少な、ラスト3ゲーム、嘘、これダメですか、やめて、これ黄色？うわー、最後揃わず、いきます、やっちゃー、失礼しました、あー、マジかよー、もうお金4万円なくなりました、やだー、前回に引き続き負けんのマジで悔しいですよ。チャンスゾーンおいでやす、あ、バイバーイ、ホントだ、ざわついてきた、来ない、わー、そわ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 してるよ、なんかね、こんな出方ね、あー、これは熱いね、赤字だし、おお強い、おお巨人の星、よっしゃ、
さあさあ見事ゲットしましたね、1200でチャンスゾーン。さあそれでは行ってまいります。何が見たいですか。そうでも一瞬で終わるよこれさ。でも1ゲームだったら枚数どっちが増えるとかないですか。こっちでやった方が枚数増えるとか関係ないか。あ、やばい押しちゃった。これ一番やりたくないやつ押しちゃったこれも運命しょうがない。では頑張ってまいります。レイアク引いてこう。それお勝機お、あ、終わってる。あ、まっちゃんじゃる、たけちゃん夏緑。早くない。やばいやばい来たべ。おお選んでよかった早いね、1ゲーム目から勝機が出て、よっしゃやっと出た。さあそんなわけで1225ゲームで46000、全投資46000円。さあ帰れるよ、これちゃんと消化して全部じゃあいやこれはもちろん1回で終わらせるわけにいかない。ここで大量で玉取ってさやちゃん、いくよ。おお、レア役。あら、すいません。さあ開始。これで初期ゲーム数をどす。まずは30枚。3ゲーム保証若い。よし、さあここまでですね。おお100、おお30か。さあここからは自力。はい、弱い。ぬほほほほ。さあダサい110枚。わあ少ないね。これはマジで乗せないと危険。ドロシー・ジェファーソン、ジェファーソン。早く引かないと始まらない。願ってるよ、あなたより願ってるよそこだけは間違いないよ。はい、10%、最後の 10%。 大丈夫、私やれるよ、やれるやれる、そういうとこやれる。ベル引きました。頼む 10%。 ほー終わり。本当の終わりですか。これ次あるんじゃない。ほら、これ落ちるんじゃない。そうそう、パトランラン、パトランラン。おお、もう、あはー、ごめんなさい、皆様ごめんなさい。 20% あります。まだちょっとこれだけ、はい、回します。つらい、つらいです。今日はつらい。当たらなかった。後半、後半見せ場作れませんでした。ショック、マジショック後半戦本当とんでもない立ち回るし申し訳ございませんでした。
何も私生み出すことはできませんでした。皆さんお疲れ。帰るべ。お疲れ様です。というわけで本日の神プロ実践終了しました。さあそんな本日はですね、朝からスーパービンゴネオ、そしてハーデス、そして麻雀物語と3機種触ったんですけれども、全投資がこちらです。全投資が46,000円、そして回収がこちらとなっております。ただ見えますか、132枚。なんだよ。さあそんな本日朝からね、スーパービンゴネオ座って、朝は本当に勝ちだなこれはと、チョイプラっていう目標を余裕でこれはいけるなって思ったんですけど、まあ、後半は見事なぐずりの神矢も発動しまして、ネガティブ思考が見事台に伝わったようで。はい、大変きつい展開でした。でも楽しかったです。ただ私前回凱旋でいくら64,000円とか負けたでしょ。で今回44,000円でしょ。2回でちょっと10万オーバー、11万負けております。どうしますか、どうやったら取り返せるんですか、教えてください。はい、そんなもう本当にひどい展開だったんですけど、次勝てばいいか、勝てるよね、大丈夫。ちょっと今日はハーデス途中で挟んで中途半端な打ち方しちゃったからダメだったんですけど、次ちょっとまだね打ち台とかも何も全然決まってないですけど、もう本当悩んだらハーデス行きます。朝から吹っ飛ばしてハーデスにお金入れようと思います。そんなわけで次回はですね、ちょっと2回分の負け額11万をまあ取り返すっていうのは厳しいかもしれませんが、とりあえず勝てるように次回頑張っていきたいと思います。そんな感じですね、本日も見てくださった皆さんありがとうございました。また次回もよろしくお願いします。バイバーイ。